皆さん、こんにちは。佐藤大介です。佐藤のラジオ第713回、よろしくお願いします。はい、今回は、名古屋グランパス2024シーズン2次キャンプですね、途中経過ということで、まあ、グランパス現在、沖縄にて2次キャンプを行っていると、2月の6日までですかね。まあ、あのー、今日は浦和レッとのトレーニングマッチも行われたようですし、少しね、 あの今週1週間といいますか2、あのー、次キャンプの様子について話していきたいなと思います。でまあやっぱり今回も「インサイト・グランパス」であったり赤シャチ新報等の有料媒体の内容には触れずにねあくまで一般に報じられている内容の範囲でお話ししていきたいなというふうに思います。 はいでまあ、チーム状況現在どんなところなのかなというところでまずは並びですよねどんな並びで準備しているのかなというところだとまあ表記上3 5 2と。 いいうよううよななな並びなのかなという気はしておりますで、これがね、攻撃のとき、守備のとき、どういう変化をするのか、はたまた変化をしないのかっていうところはよくわからないですけれども、とにかくスタート時点での表記は3、5、2と表せるような並びで準備をしているのかなという印象を受けております。まあ、ただ、中盤の底が2枚、ダブルブランチになるのか、はたまたアンカーを置いてインサイドハーフ2枚なのかっていうところは、まあ、ちょっとよくわからない。ただまあこれ 併用していくのかなというふうには思っていますが昨シーズンよりもひょっとしたらアンカープラスインサイドハーフでっていう時間も長くなるのかな昨シーズンはほぼもうダブルブランチが基本でっていうような状況だったと思うんですが多少そのバランス比重が変わってくるのかなという気はしておりますで個別の選手に関して言うと中日スポーツの記事なんかを見ていると今季 吉田春樹選手に対する期待がかなり大きいのかなという印象を受けております。中盤で、ね、主力組に入ってプレーをするという機会も多いようですしあとは、ね、今季から背番号5に変わって、まあ、監督だけでなくチーム全体からの信頼期待というのも高いのかなというようなところを感じております。 まあ、同じポジションのライバルとしては、米本選手がいて、重し選手がいて、まあ、稲垣選手もいて、内田選手もいてというところなので、ね、かなり経験も実力もある選手がライバルになってくるというところですね。で、まあ、なんていうんでしょう、キャンプ前半、吉田選手、なんあのこうやって主力組でプレーしているというところ、まあ、期待は当然高いんだとは思うんですが。 少し、まあ、見方を変えるうがった見方になるかもしれないですけれどもやっぱり米本選手であったり長き選手っていうのはある程度、まあ、キャンプで試すような選手ではないと言いますか、まあ、ある程度監督の中で計算立っているので、まあ、ちょっとあの、まあ、期待も込めてだと思うんですけれども若い吉田選手の可能性を見たくて積極的に主力組でプレーをさせているというところもひょっとしたらあるかも 知れないというととうころですねまあ、ただねそういったことを差し引いてもなあそもそも私の見方が間違ってるかもしれないですしそういうことを差し引いても単純に吉田選手の期待が高いっていうところは間違いないと思いますし吉田選手にとってはもう間違いなく大きなチャンスここでねあの結果であったり信頼を確かなものにすればね本当にポジションをつかむっていうことにつながっていくと思うので。 やっぱり吉田選手ね他の選手に比べてもサイズありますし永井選手であったり泉選手といった経験のある選手もね期待を寄せるようなコメントをしていましたし本当にこのままね吉田選手がね開幕スタメンを 勝ち取って、まあ波居る先輩差し置いてですね、今季主力として継続して出場していくようなことになればね、本当に吉田選手、ますますあの成長していくでしょうしね、本当に何て言うんでしょう、グランパスの将来も明るいのかなというようなね、期待を持たせるようなトピックかなというふうには思っております。で、まあ、やっぱりね、そんな吉田選手にとっても、ここからやっぱりね、 練習トレーニングマッチっていうところでしっかりアピールをして結果を出していくっていうことが本当に大切になってくるのかなというふうに思います。でまあ当然それは他の選手にとっても同じだとは思うんですが、まあ、やっぱり吉田選手がこれだけね、あのー、大きく取り上げられている主力組でプレーしているっていうのは今期ねここまでのキャンプの一つの大きなトピックなのかなという気はしております。 はいでまあそんな大事なアピールの場というところでトレーニングマッチですね本日2月2日に浦和レッズとトレーニングマッチが実施をされております。45 4分を4本 実施したようでですねで結果は2対2の引き分けということで、グランパス公式から出ているということですね。まあ、ただ、得点者等の発表はありませんよということですね。まあ、これ、発表ありませんよっていうのは、グランパス公式からはっていうことだと思います。まあ、おそらくね、今後、多少の報道、特に中日スポーツなんかからは報道あるのかなというふうに思いますので、まあ、そういったものも楽しみにしたいなと思っていますが、まあ、私はその程度でしかわからないというところですね。まあ ただもう少し細かく言うと1本目が0対12本目が0対03本目が1対14本目が1対0ということで合計2対2ということになったようですねでメンバー的におそらく1本目2本目あたりに主力が出てまああとはまあ少しずつなのかガラッとなのかはからないですけれどもまあ234に行くにつれてメンバーが入れ替わっていったのかなというような印象は受けております まあ、トレーニングマッチなのでね、結果に関して、まあ、これ以上どうこう言ってもしょうがないと、あのーまあ、やっぱり内容が大切、今まで取り組んできたものがどこまでできているのかというところが大切だと思いますので、まあ、結果でどうこうということはないんですが、まあね、大量失点をして厳しい0対いくつみたいなことにはなってないので、まあ、そ,そういう面ではまあ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 、あのー 悪くないいいとと言言ままますすかかね安心やっぱりねこの時期はね大丈夫なのかなっていう心配もかなりあるだけにねやっぱりあのそういうような心配をするような結果ではないのかなというところでは思っております。でスコアであったり戦術とは全く別のところで、まあ、少しというかかなり気になる心配になるような話も 出てはいるんですが、これはオフィシャルから出ている話ではないですし、まあ、とにかくね、大事にはなってないっていうことを思いたいなということですね。で、まあ本当にトレーニングマッチに関しては、相手選手ももちろん含めてですし、無事に 終えるととということがね、何よりり大切ななのかなと思っております。まだまだね、これからトレーニングマッチ続いていくので、まあ、結果もそうなんですけれどもそれ以上まずね、本当に無事にね、終わってほしいな特にこの開幕前の時期ですからね何かね、大きな事故トラブル怪我っていうところは本当にね、避けてほしいなというふうに思っておりますで、まだ2次キャンプ継続中ですね6日まであるということで 明日東京ヴェルディとトレーニングマッチが組まれているということですねで連戦なんだということで少し驚きはするんですが、まあ、このトレーニングマッチの日程も随分前から決まっていたキャンプ前から。 前からキャンプインの時からという感じかなあの決まっていた日程なので、まあ、当然、あのー、準備をしての日程だと思うので、まあ、あのシーズン中の連戦とは全く違いますので、ねあのー、当然準備している中での連戦ということですねで今日出番がなかったりまたは限られていた選手が主に出場していくことになると。 思いますのでまあ、しっかりね各選手にアピールの場があるというのはいいことだと思いますやっぱり公平にね機会は与えられてその中で競争していくとまあグランパスやっぱり新加入選手多いですし単純に抱えてる人数も多いのでまぁ、あ、少しトレーニングマッチを増やしているのかなという印象も受けますまああと、まあ、仮に今日1本目主力で出たぞっていう選手がいた としてで明日ね出番、今日出番なかなかなくて明日だぞっていう選手がいたとしてもまあ正直、まだまだ序列なんて全く決まってないと思いますしまああの今日ね突き抜けた結果を出した選手少なくともスコア面ではいないように気な気はしていますしまあ、まだまだ序列なんていくらでもひっくり返せる状況なのかなと思っています。まあ、なので本当に 選手それぞれどこで出るのかっていうのはあるんですが与えられたプレーの場でしっかりと結果を出すっていうことが自身の価値評価を高めていくということになると思いますやっぱりね本当にいいアピールをしてねチーム全体でチーム力底上げしていってほしいなというふうに思いますし、まあ、実践経験これだけ増やしているのでしっかりとね連携面も深めていってほしいなと。 思いますでまあ重ね重ねではありますけれども本当に怪我だけは怪我だけはしないようにという感じはしておりますでまあ明日3日ですね東京ベルディとトレーニングマッチがありキャンプ最終日6日ですかね北海道コンサルドル札幌とのトレーニングマッチも控えていると ということまあ、さらにあのトヨタ戻っ名古屋戻ってきてからもあのプレシーズマッチもということで本当にね実戦が多く控えているところなのでここからまさにチームを仕上げていくまあ,あの開幕にまあ、ピークをということではないでしょうけれども、まあ、開幕をね見据えてしっかりとね戦えるチームあのあとはメンバー選びもそうですね。まあやっぱり あの、シーズン入ってから序列をひっくり返していくっていうのは、なかなか簡単ではないと思うのでね、ここから本当にね、ここでしっかりアピールをして、あの、ある程度監督の信頼を勝ち得ておくっていうことが、まずね、チームの前半戦にとっては、選手個人にとっても大切なことだと思いますので、まあ、ここから本当にね、 最後の仕上げじゃないですけれども大切な時期に入ってくるのかなというふうに思いますまあ、グランパスがねしっかりとねあのいい準備をして無事にねキャンプトレーニングを終えて開幕を迎えるということを期待したいなというふうに思いますはいそんなところでサトンラジオ第713回今回はこのあたりで失礼したいと思います最後までご視聴いただきありがとうございましたそれでは失礼いたします